元バンディット 400V です。開封動画とかはですね、うちの中で撮ってます。で、別に映りを気にして、日中帯だけっていうことじゃなくって、夜でも関係なく撮っています。で、ちょっとですね、昔この光を、当てて綺麗に撮れるのかなと思ってライトを買っておいたんですけども、結局、開けたまんまで使ってなかったんで、ちょっと今日は、ライトを、蛍光灯の光以外に LED ライトランプですね、を被写体に当てたら、写りが変わるのかなというのをちょっと実験をしてみようかなと思っています。で、写すのは、これガラス製のやつですね。これいるか、で、こっちは、プラスチック製の、これは犬、ワンちゃんですね。で、こんな、形購入してたのは、こういう LED ライトですね。CN160 のものですね。中国製だったような気がします。で、中身は取り扱い説明書とこれが本自体ですね。で、あとこういう、なんて言うんでしょう、光をこう柔らかくする。で、電池が1,2,3,4,5本かな。こっちは6本ですね。ここに6本電池を入れるように。どうなんだろう。このテストっていうランプボタンを押すと、ちょっとバッテリーの残量が分かると。で、ここで、光の強さを調整するような感じですかね。はい、とりあえず準備できたんで、ちょっと光をですね当ててみたいと思います。これがついてない状態ですね。これちょっとつけました。綺麗に映ってるんでしょうか。やっぱり綺麗に映るのかな、明るいと。どうなんでしょう。
ぱ綺麗に映ってるかね、明かりがある方が。なるほど。あとは日中一体どんな形に映るかですよね。ちょっと自分でも後から見てみないと分かんないかなと思うんですけども、一旦消してみましょう。やっぱ違うかな。違いますね、全然。次は初めは全然違和感がないかなと思ってたんですけども、やっぱり暗いですね、さっきに比べると全然。はあ、なるほど。夜は光をつけてあげた方が綺麗に映るということでした。ご視聴ありがとうございました。